デルタ航空9570便墜落事故は1972年5月30日にアメリカで発生した航空事故である。ダラスラブフィールド空港を離陸して訓練飛行を行っていたデルタ航空9570便がクレーターサウスウエスト国際空港へ着陸する際に墜落し乗員4人全員が死亡した。 事故機のマクドネルダグラス DC-9 から14は1965年に製造された機材で、総飛行時間は18,998時間だった。9,570便には、機長と副操縦士の他にチェックを行う、別のパイロット一人と、連邦航空局の検査官が登場していた。 機長の総飛行時間は6220時間で DC-9 では845時間の経験があった。副操縦士の総飛行時間は7800時間で DC-9 では450時間の経験があった。CDT6 時48分9570便はダラスラブフィールド空港を離陸し、グレーターサウスウェスト国際空港へ向かった。 パイロットは滑走路13への ILS 侵入を要求し、管制官はこれを許可した。また、管制官はパイロットにアメリカン航空船1 1 4便がタッチ号訓練をしており、トラフィックパターンにいることを伝えた。しばらくして9570便は無事に滑走路13へ着陸した。着陸後、パイロットはすぐに離陸許可を受け、 ILS 侵入中の侵入復興を含む訓練を開始した。9570便は滑走路13への着陸を許可された。滑走路13への侵入では、アメリカン航空船114便の後方を飛行していた。管制官は9570便のパイロットに着陸許可を与えた後、後方乱気流に注意するよう伝えた。しかしこの時、前方を飛行している。 航空機がヘビー機であることを伝えなかった。滑走路へ侵入中、突然機体が横に揺れ始め、機体が右へ急速に傾いた。傾斜角が90度に達し、右主翼が滑走路に接触した。右への傾斜は機体がほぼ反転して墜落するまで続いた。墜落により機体は炎に包まれ、乗員4人は全員死亡した。 広報乱気流国家運輸安全委員会が事故調査を行った。調査から前方を飛行していた DC-10 の広報乱気流が9570便を墜落させた可能性が示唆された。事故当時、連邦航空局は広報乱気流の区分を設定しておらず、航空機同士の間隔の程度は管制官の裁量によって決められていた。ボーイング747 マクドネルダグラス DC-10、ロッキード L-1011 などの大型機の普及により、広報乱気流による事故の発生が懸念されていたが、DC-9 程度の大きさの航空機が墜落するという事例は、これが初めてだった。NTSB は、広報乱気流が墜落原因になったという仮説を立証するため、実験や研究を行った。実験は、 アトランティックシティ国際空港の国立航空施設実験センターで行われ、L-1011 と DC-10 が使用された。管制管から色のついた煙を放出し、その付近をテスト機が飛行することにより、後方乱気流を発生させ、煙を観測することにより、後方乱気流がどのくらいの時間残るのかを確認した。 実験から DC-10 の後方乱気流が DC-9 ほどの大きさの航空機を墜落させるのに十分な力を持っていることが判明した。これらの実験に基づき NTSB は最終報告書で事故原因を以下のことであると判断した。直前に着陸した重い航空機の後方乱気流に遭遇し、機体の制御が失われた。 乱気流についてパイロットは管制官に警告されていたが危険性や程度について評価できるだけの十分な情報は与えられていなかった。また、FAA の既存の手順は有視界飛行方式及び景気飛行方式で侵入を行う航空機を後方乱気流から10分に保護できるものではなかった。当時、後方乱気流について小型機に対する危険は 認知されていたが、この事故により DC-9 のような中型機に対しても危険があることが明らかとなった。9570便の事故後、中、小型機が大型機の後方を飛行する際に開けるべき間隔やその距離を維持するための手順が変更された。NTSB は FAA に、 後方乱気流を考慮した大型機と後方を飛行する機とが開けるべき間隔の基準の設定を推奨した。これを受けた FAA は最大で陸重量に基づいて間隔の基準を設定した。このうち30万ポンドを超える航空機がヘビーと分類される。新しい基準ではヘビーの航空機の後方を小型機が飛行する場合5回り以上の間隔を取る。 こととされている。ありがとうございます。